ものね。これに触れてはいけないわ。生命力を腐らせていく。もう一発来るぞ。このままじゃ身動きが取れねえな。どうする？任せな。ディバイアさんよ、力貸してくれ。流しちまうに限るぜ。なるほど、それじゃ二人がかりだ。ティアマト、いい感じだな。このままゴリ押すぞ、おっさん。おう。しましょうか。できれば監獄の破壊は避けたかったんですが、この際仕方ありません。
やられた。そうきましたか。竜の巫女であるあなたの仕業ですね。破壊を司る力を借り、人を滅びの概念から切り離すとは、そうまでされては我々に手は出せない。まったくしてやられましたが、そちらの手の内を知れましたし、よしとしましょうか。リオタさん。あ、はい。もうすぐ助けが来るわ。あの子たちが必ず。どうかあの子に伝えて。青の底で箱を見つけてと。巫女はあなたになんと。もうすぐ助けが来るそうですよ。それは困った。私も退散するとしましょうか。こちらは差し上げます。可愛がってあげてください。さて、もう一踏ん張りですか。身軽になったことですし、頑張るとしましょう。くっ！青の底で箱を見つけてか。同感ですね。とんだ大仕事でしたよ。白騎士。ご心配なく、ここであなたたちと戦うつもりはありません。監獄を損傷させるわけにはいきませんから。この監獄島はドゥアトの、いえ、イスタバイオン王国の法の象徴たる存在です。これが崩壊するようなことがあれば、国が傾きかねませんからね。なので、お礼を言わせてください。隔離用の住人にここを壊されないかと気が気ではありませんでした。今私たちと、ことを構えるつもりはないと。ええ。新王陛下の代行としての謝礼と、彼女の引き渡しに来ただけです。いや、大変だったね、お互い。ギオタ殿、ご無事でしたか。それで、ラクレイスは。
無事のはずです。隔離用の襲撃の際に監獄の護送手段が働いて、彼はどこかへ転送されました。果たしてどこに飛ばされたかは、ドゥアと副王のみぞ知ることですが、巫女がついていれば大丈夫でしょう。ええ、かつてザンクティンゼルから連れてこられたあの巫女です。それって彼女の？そう、巫女の叔母にあたる人物が例の死刑囚と共に収監されていました。よもや巫女がここにいようとは私も思いませんでしたが、どうでしょう。私は巫女の血縁者の安否を知らせただけです。それともう一つ、この監獄が隔離用に壊される前に手を打ってくれたあなた方に謝礼を話しておきましょう。青の解放戦線、その結成の時期について、あれは隔離用の進行開始とほぼ同時期に結成されたと聞きます。偶然か否か私に判別はつきませんが、先の出来事を鑑みるに無関係ではないのかもしれません。青の解放戦線にはただのレジスタンスとは違うもう一つの顔がある。もう一つの顔だ？そりゃ一体？奇妙な点が多いでしょう。あなた方の身分証しかり。知ってたのかよ。見て見ぬふりを続けましょうか。その代わり、ここで起きたこと、例の死刑囚の転送の件は口外無用です。私はこの国を守るためなら迷わずあなた方の力も借ります。ではまた会いましょう。確かに青の解放戦線には奇妙な点が多かった。私たちが学校に潜り込むためにもらった身分証も簡単には作れないようなものだったわよね。俺らと同姓同名の背格好まで似たやつの戸籍を用意してとか言ってたっけな。青の解放戦線のリーダーは未来が見えるという噂だったけれど、そいつが青の解放戦線を結成して同じくらいの時期に閣僚の連中も暴れ出したけど、どういうことだ？なんだかとっても難しい話になってきましたね。けどその難しい話もいずれは紐解かなきゃならなくなりそうだね。ラクレイスの処刑の裏にその一連の事件が関わっているのかもしれないと。そう、やっぱしこれ私の手に負える話じゃない気がすんだよな。そんな、いや手放す気はないよ。公立弁護人ってのはそういうもんだしね。ラクレイスを頼みます。私がかつて国の制度に命を救われたように。うん、そうだね。正しく制度が機能してりゃそういうこともあるもんね。ある意味私とザラストラ君は似た者同士だったね。うん、なんとなくの話だよ。特に根拠はない。さて
とにもかくにも次の公判だ。いろいろ情報は集まったけど、何をどう組み立てたもんかね。